頂上決戦ともいえる今回の対決、それではペアパチンコバトル第3章7回戦バトルスタート。刑事悪くないんじゃないかなと思うんですけど。刑事君もう本当あのギャンブラーだからさ、三橋さんはギャンブラーですか。ギャンブラーだよ。1枚打ってみる。打ってみよう。あ、はい、1枚、はい、1枚打っちゃう。だから僕はでね、こう兄貴ペアに、まあ、勝ちたいっていうのはもちろんあるんですけども、はい、まあ、全試合のちょっとご褒美実戦と捉えてもいいんじゃないかなっていうね、はい、だからそんなに無理しなくていいかなと。そうそうそう、あのね、海捨てっていう話がありましたけども、アグネスがね入ってんだよね、はい、このお店ね。あ、いいですね。ちょっとこれ向こうがやっぱマックス打ってるんで、アグネスで様子を見るというね。ガチガチの感じで、ガチガチの感じで。それじゃあ今日ね、どんな一日になるのか分かりませんが、とりあえず大連ちゃんの夢を見て刑事を打てばどうなるものか。いや怖いんだけど。でも打たなきゃ何にも起こりませんからね。だって俺プライベートで天手時代しか打てないのにさ。もうロケの時ばっかりマックス打ってるから、マックス好きですねって言われるんですけど。勝負に出ないと言いつつも新花の刑事をチョイスした兄貴三橋ペア。すると三橋の台に早速動きが。赤保留ってことですよね。4割赤保留発生。疑似3へ発展すると、なんか変化あったら教えて。これちょっとチャンスです。おおお、チャンス。ちょっとこれチャンスじゃない？キセル出た？いや、まだです。大平モノリーチ、大平モノリーチ。お、ふすまの赤がキセルなしですね。文字赤ですね。刑事カットイン予告の発生。しかし、いまいち決め手に欠けるが。騙された。ダメですね。騙された。騙されました。また騙されてんのかよ、お前は。まんまと。マックス機だけあってなかなか大当たりを引けない2人。すると三橋の台に大チャンスが。おお、ブルブルした。赤すまん。キセル来た。キセル来た。よし、大チャンスだ。お願いします。なんとここでキセル予告発生。本日初の大チャンスに兄貴も駆けつける。あ、赤文字はね、大チャンス、あのいいと思うよ。あ、でも折り玉変化ないのか。これこれさらに強ロング系リーチへ発展。果たして。いい話やねえ。やったー。押したかった。さあ、人のボタン押してやった。やったよ。おめでとう。ありがとうございます。見事大当たりゲット。投資も1万円以内と順調な滑り出し。なんとか編集で俺が当たった風にできないかな。無理。あ、無理だって。さらに。そうですね。さあ、見事 ST にも突入。三橋、どこまで出玉を伸ばせるか。無理せず、アマデジの大海物語3 with アグネスラブを打つドテチン・シルビーペア。すると、あ、目ほんのになった。当たった。やっぱり熱い。熱いです。幸先よく大当たりゲット。
続いてシルビーの台にもチャンスが。うわげ。うわ。なんだなんだ。やばいです。あのメッシ。マジで？メッシ来ました。おおいおいおい。いただきました。うわ来た。今魚群の代わりにメッシー来ました。マジで？はい、すげえすげえ。初めて見た。プレミアのメッシー登場で大当たりゲット。さらにその時短中。おお来た。時短引き戻し、バールフラッシュと7。おお、いい音。危ない危ない。さらに ST 中。おー来た。よいしょ、3連チャン。よし6だけど。これで3連達成。じわじわと出玉を伸ばす。こうなってくると本当あの海の雨でつけ楽しいですよね。いいね。もうこれでずっとダラダラ一日中遊ぶのが本当楽しいんですよ。だって一方 ST 中の三橋は早く16ラウンドを引きたいところだが。お、ブルブルしてます、ブルブルしてます。なんと虎柄文字出現。ということは、やってました。ドーン。やったよ。見事16ラウンド大当たりをゲット。やりました、ありがとうございます。とその時兄貴の台にも動きが。お、ちょっとねこれね、取り玉のないところなんですが、このボタンが動くことによってチャンス、かなりチャンスアップになります。倍ぐらい。最後までこの、デカボタン演出が続けば大チャンス。お、出てこい。よし、ここまで合格。さらに、おお、7点。いや、これはね、なんぼなんでも、まあ堀は緑ですけど。でキセル予告も出てませんが、あー来た、キセル予告。いいね、かっこいいね。あ、これだいぶライン乗ってます。でも打ってるのが私ですから。あ、この赤ビジョンロング、これも熱い。文句なしの展開に兄貴は外れたら蹴飛ばして帰る。やだやだ、大人ですからそんなことしません。はい、当たりましたよ。わー、おめでとうございます。ただ困ったことに弾が一発しかないんですね。入るか。あ、2個あった。あ、3発あった。入りました、よかった。2人とも ST 突入と最高の展開になった兄貴三橋ペア。頼む。うわー、ダメか。あー、あら、お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 、なんと大不変もの出現で復活大当たり。ブレ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 してます。やった、いいよ、順調だな。やっぱりケージはいいな。さあここから ST
120回転です。で、この A の連射継続率が 84.7%、まあ、約 85%。で、平均連チャンでいうと 6.5 ぐらいいくのかな。ということなので、目標は6連チャン。しかし、その後2人は宮下さん、今いくつ？あと残り35です。35、何やってんだよしっかりしろよ、俺なんか27だぞリードしてるじゃないですか。そうそうリードしたくないな、ここは。うわー、これ、ここでなんか起きろ。今119回転目、ちょっとテンパイしよう、外れてもいいから。うわねえ、こんなもんですよ。歌舞伎っぽい人って言われちゃった。はい、これにて、これにて ST 終了です。なんか話がうまいと思ったよ。1万1500円で初当たりが取れるから喜んじゃったけど。あら、続いて三橋も3連で終了。あらあら、 ST 継続率約 85% を生かせず。しまったなと、その時兄貴の台に奇跡が。あ、ちなみにここで当たっても電池保留なんで、ラッシュ確定ですが、昔当たったことあります、ここで。おお、金文字だよ、チャンスあるよ。えい、来たよ。やるな。これはどう捉えたらいいんだろう、私。いや、これ電池保留なんで、ラッシュ突入確定です。当たったんですか？当たった。わあ、すごい。124回転目。これは落としといて喜ばせてるのか、喜ばせといて落として、さらにもう一段階これスルーさせてね、落とされるのか、ちょっと分かりませんが、とりあえず、電サポでの大当たり、124回転目 ST 終了、4回転目なんと残りの電柱保留で大当たり。兄貴、見せてくれます。ちょっと今ね、台がやる気があるのかないのか分かんない状況です。いや、これチャンスじゃないですか。金ですか、虎か。私の中では当たりです。そう、虎柄タイトルは超激アツ、しかも16ラウンド大当たり濃厚。はい、69回転目。で、はい、ありがとう。編集でうまく島で一番に当たったことにしてくださいね。違ったな。波に乗ってきた兄貴。さらに、おお、来た、早かった。54回転、これで3連目。16ラウンド計3回と目玉を大きく伸ばす。一方、前回は単発で終わってしまったドテチン、スペシャル魚群タイム中に、あ、今シルエット多かったよ。これちょっと続いてるんじゃないかな。ほら、後ろのシルエットが、あ、逆回り、緑まで行った。スーパー緑だとボタンプッシュね。あ、来た来た来た。
6ラウンド OK いいねいやこれは嬉しいさらに ST2 回転目おっと2回転目もリーチうわーうわー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 聞こえました聞こえました実はうわー来た裏ボタン、ね、ST2 回転目でクジラッキープラスアグネス背景と豪華な大当たりおー見たかった続いて ST8 回転目うわ来た魚群なっちゃいよなったなりましたうわー4過ぎたよしよしありがとうございます8回転さらに結構玉べりが起こってしまう台ってあると思うんですけど打たない、ね、なるべく打たない今も保留8個溜まってたんでこの ST8 回転は打たなければ減らない当たりこれも立派な節約打法になりますね打法じゃないけどこれでドテチン4連目しかもこれは4ラウンドかなと思いきやこれはどう見ても15ラウンドですねこれでなんと振り分け 4% の15ラウンドを引き当てるやらありがとうございますプライベート入れて初めて15ラウンド引きましたんでその後さらに大当たりを加えドテチン計6連達成いやでも十分ですね6連とその時短終了後6回転おーっとー残り保留で当たった残り保留でまたしても大当たりどこまで出玉を伸ばせるか何にもこしないと一方兄貴は ST 終了の大ピンチこんなもんなのかうわ弱いね今日兄貴奇跡の引き戻しを含めても4連で終了物足りない結果に今2人でプラス1なんですよもうここで一緒のこと諦めちゃうっていうのが一つの手だと思います目玉を伸ばせない展開に刑事を辞める選択を考え始める兄貴そんな中三橋の台に動きが初めて見たこれが愛別陸連続演出へ発展赤背景まで続けば大チャンスだが5回目赤伏せまー赤タイトルお赤文字になったカブキごめんやくもの熱いお歌舞伎ごめんやくもの発生黄金キセルリーチへ発展ならさらに大チャンスだがおお黄金キセル三橋さんが一箱半まだプラス1黄金キセル来ましたおお三橋さんさはいここポイントなのよほんとポイント赤いやしかもロングだああやったーありがとう三橋さんありがとうありがとうございますありがとうやったやったこれで私は他のコーナーを見に行く必要がなくなりました189回転で2回目の初当たりをゲット
早い回転数の当たりに三橋大興奮。ありがとうございます。ここで ST に突入できれば文句のない展開だが、お見事 ST ゲット。次こそ継続率約 85% の破壊力を見せつけられるか。いや、これがね、入ればいいんだけど、ラッシュ入って、入りました、入った、入っちゃった、入っちゃいましたよ。仕方ございませんね。じゃあ最高、行きましょう。お、赤ビジョン来た。よしよし、来ました。ドン、ありがとう。三橋、まずは危なげなく大当たりをゲット。しかし、ちょっと待って、うわうわ。三橋、2回目の ST は無念の2連終了。3箱行ったか。でも3箱行きました。いやショック。と、ケージでの実戦を諦めかけたその時、さあ、いい、あ、キセルが2個もある。これキセルいったら熱いよ。えい、うわー、キセルいってほしかった。これが黎明の出撃連続演出。赤までいけば信頼度 50% 近くはあるが、おお、赤までいった。惜しいね。もう一回行ってほしかった。キセル出るか。出ない。出ろ。お、このボタン演出は大チャンスです。果たして3回目の初当たりをものにできるか。長い長い長い。これなら十二分にある。ないのからの、はい、ありました。こっからキセル行くときもあるんですよ。あ、キセルですね。あ、オッケー。三橋さん、はい、当たったよ。わ、えー、だよね。ちなみにあのキセルのいいところは出玉は少ないんですけど、80% でラッシュ入ります。さあ、ここ大事だよ。ああ、来た。まあ8割方来るんで、今日はなんかあんまりレンチャンする気がしないんで。と、弱気な兄貴だったが、さあ、3回目のチャレンジですよ。平均 ST 平均レンチャン6回以上あるっていうのに。おお、出てきたか。出てこず。おいおいおい、いや、やっぱり歌舞伎者っぽい人って言われちゃうんだな。なんと、またもや ST 単発する。兄貴がっかり。なんもなんも言えねえ。もうダメ。3回入ってタンサンタンって何これ。もう2人ではラッシュ ST5 回入れて、はい、何ですかこの出玉。そうですね、やる気ないでしょ。あります、あります、いや、俺の方がもっと悪い、成績悪いんだけど。ちょっとここは一旦流しましょう。はい、買いました、ね、で、はい、浜田寺コーナーへとりあえず移動しましょう。はい、はい、ここでケージに見切りをつけ天出寺コーナーへ移動し前半戦終了。はい、これで5000発いったじゃないか。
いや、すごいですね。一撃5000発。ドテチンは順調そのもので、アマデジながら5000発突破。一方、初当たり以降、音沙汰のないシルビーは、おっと、通れてきた。これですよ、これ。今度こそ。さあ、お願いします。わあ、魚群来た、魚群来た。これね、外しちゃいけないやつですよ。これはダメ。外したらダメ。ダメ、絶対。2でもいい。何でもいい。当たった、とりあえず当たった。よし。うわー、長かった。お疲れ様です。お疲れ様です。なあ、電車終わった。単発でしたね。まあまあ、でも。しかし、ST スルーとシルビー前半戦はパッとせず。絶好調のドテチンは、お、音符だ。あ、プラマイ1コマ外れ以外は当たり。おお、でかい。よし、危ない。計算できない。150から3引いて157。どうですか今、大事なところ、ST、はい、ST で大事なところ、大事なところです。いや、外れるように。一方、波に乗るドテチンに兄貴が乱入。よし、ここ耐えればスルーだ。うわー、やばい、ピンチ。なんとか外れさせようと邪魔をする兄貴だったが、これ押してみよう。これひっくり返ると当たりね。ひっくり返ると当たりね。うわー、さすがやだー、ちょっとこれはもう絶対逆に出るからね。奇跡よ、これ。ほぼ当たっちゃうけど奇跡よ、これ。怒らなかった兄貴、ダメと思いました。そんなさ、順当に当てて面白くないじゃん。外れた方が面白いのに。すいません。頑張ってください。はい、すいません。いやいやいや、兄貴に当ててもらっちゃいます。はい、では後半戦始まりました。後半戦は、アマデジコーナーに移動して、北斗のユリアを、打っていきたいと思います。後半戦。デジハネ北斗の拳5、まあ、ジボをチョイスした三橋、ね、するとわずか2回転。おお、おマジ。さらに、え、嘘でしょ。いや、まだ。復活大当たりからの10ラウンドと幸先のいいスタート。けんちゃん、その後出玉あり5連を達成し、早くも一箱の出玉をゲット。けんちゃん、はい、というわけでですね、後半戦始まりました。今ね、画面黄色いと思うんですけれども、これ ST5 回残して前半戦終わってますんで、これね、仕留めて連チャンつなげたいと思いますんで、気合入れて頑張りたいと思います。後半戦も大海物語3のアマデジを打つシルビー、すると時短中。おっと、戻した、時短引き戻しいただきました。いいよ、幸先いいよ。ありがとうございます。さらにそのラウンド消化中。おっと、おお、保留が点滅してますね。今ので保留内濃厚になりました。さあ、この次、はい、おーし、
シルビー難なく保留連。こちらも後半戦幸先のいいスタートを切る。ちょっとねここに来てようやく一箱下に下ろせそう。一方ドデチンは、いやしんどいね、止まらん、誰か止めてくれ。400回転ハマり中。ノットクラゲ、ドアッキョグ、やばい、一玉しかない、一玉しかない、一玉しかない、あ、当たった、一玉、一玉、一玉しかない、入るか、アタッカー怖えな、どうしよう、一応ちょっと入れる準備をしとこう、入れ、あ、痛い痛い痛い、あ、痛い痛い、よし、追加トスなし、追加トスなし。なんと持ち玉残り一玉で大当たり、追加投資を免れる。いいよな。兄貴はアマデジを2台渡り歩き、はい、寝台の鶴吉三平、やってまいりました。この台アマデジタイプなので99分の1です。で、一見この台ST タイプに見えますが、実は加減継続タイプです。ちなみに初打ちになるんで位置面は全く分かりません。そして打ち始め43回転目。いや、なんだこれは、オープニング予告ちょっと見てみましょうか。綺麗だね、絵が綺麗。おお、いきなりステップ2ですよ。これステップ2だかどうだか分かりませんが、自然を愛する、自然を愛する、ただ一つだけ、うん、言わせてくれ。おお、言わせてやろう。謝るんだろ、何を言いたいんだお前は。多分当たりだと思うんですけど、当たってますね。一つだけ言わせてくれって言ったんですよ。何が言いたいんだお前は。いや、今三平うひょーって言いましたよね。で、ちなみにこの台格変もしくは、ST 回数時短回数分かんない仕組みになってます。で、基本確変率は 50%、 それを ST っぽい演出で、時短回数を上乗せしていくのが、ポイントのようです。さあ25以上で、あ、50OK。さあ三平タイム、これ25、50、75、100と100以上があるんですが、そのうちのもう50回がまず確定してます。三平タイム中に大当たりを引きたい兄貴だが、おお、これリーチか。お、赤いよ。あー、前の三平にもメーカー違いますけど、これありましたね。ちょっとここは、お、お願い、うわー、これだ。あら、初めて出た。いや、安っぽくない、意外としっかりしてる。伊藤だねこれ、多分分かんないけど、三平の漫画を読んだ時に三平がどっかで伊藤を釣ってるような巨大なね、淡水魚。いいね、意外と楽しいぞ。三平の魅力にはまりつつある兄貴。しかし、もし格変だった場合はこれ年差ポがもっと続きます。ただ続かなかったので、左打ちに戻してください。はい、戻してください。これでさっきのあたりが10ラウンド通常確定になります。いや、意外と面白い。とりあえずこう今こう新鮮な気持ちで打てるっていうことに喜びを感じて、
2連で終了するも三平で勝負を続行する兄貴。この判断が勝負を大きく左右することに。どうだ、頼む。うわ、いや持ちこたえたと思ったんだけどな。ちょっとチャレンジする。お出玉がダメな方を引いて、せっかく初当たり引いたのにっていう状況にならない方がいいと思うんだよね、はい、もう多分2人で打って1回当たるかどうかだと思うんで。海大海スリースペシャル、海捨て行ってみる。演出ほとんど変わらないんですけどね。土壇場でミドルキーへの移動を決意したドテチンシルビーペア。この判断が吉と出るか凶と出るか。一方釣吉三平で再び初当たりを狙う兄貴だったが、あら、なんか2ラウンド引いた。これ2ラウンド告知なんで当たるでしょう。はい、当たりました。打ち掛けの極意はマス底の視点にあり。無限三平タイム突入。あ、ちゃんと無限って出てるからね。あ、間違いないです。出玉なしではありますが、今の状況は確変状態です。さあということは1回当たり出玉り取れますからね、頑張りましょう。多分ね、今回の対戦は私にかかってると思う。宮井さんは今のところプラス3000発ぐらいのところにいるんですよ。私が今マイナス域なんで、これをプラスに持っていければ多分勝てると思います。お願いします。うわ、ちょっと弱いな、4とか。50以上で、うわ、25引いちまっただなや。お、助かった。25かと思いきやこれで50は確定。なんとかこの三平タイム中に大当たりを引きたい兄貴。すると熱々、激熱、激熱いただいてますよ。いやー、ここ45回転目お願いします。さあ、えい、おー、これでとりあえずリーチか当たりか。リーチだね。あ、でもこれが一番信頼度の高いレベルソードリーチ。予告もリーチも完璧。これは大当たりはもらったか。さあ、ちょっとこの棒で支えてるのが天丸さんらしい。まあいいよね。さあ、当たりましたよ。あのね、意外といいよ釣り吉三平。この後よいしょが台に伝わったのか。無限になれ、無限になれ。おー、またもや無限三平タイムをゲット。さらに立派、素晴らしい。あ、ここで当たるのね。当たるときはあっさり。えい、おお、はい、当たりました。たまに当たって、えい、おお、ごめんなさい、外れのためのリーチなんて言って、そんなことはございません。ちゃんと当たるところを確認しました。
なんか調子出てきましたね。なんか今日勝っちゃいそうですよ。はい、3箱目突入。またまた無限三平タイムに突入し、思わず豊丸万歳と兄貴ご満悦。現在9連中で出玉は5000発近くとなった兄貴。いい感じですか？うん、あら、いや今日は面白いから。あ、よかったですね。うん、何その冷たい。よかったですね。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、ありがとうみんな。うん、とここで三橋も10バウンドをゲットし、終盤目玉を大きく伸ばす。7。初当たりが早く欲しいドテチンだったが、打ち始め76回転。こんなもんだ。あ、 3D ボイス。おお、 3D ボイスの曲来た。これあるぞ。大チャンス演出が2つ発生。これは何としてでも当てたいところだが、だ、おお、すげえすげえすげえ、プレミアム、プレミアム、うわ、すごい、早い回転数で格変大当たりをゲットしたドテチン。逆転のチャンスは12分。あの、よし、これは嬉しい。今私マイナス5000円ぐらいになっちゃってると思うんですよ。だからマイナス5000円だったとしても、はい、3連したらプラスだよ。あ、そっか。じゃあ打たない方がいい方がいいかもしれない。で、あとはもうこいつが、はい、2連で終わるか3連以上するかを、はい、にかける方がいいでしょう。確かに早いです。こっちで初当たり行くよりも確かに。あと2連続けばプラスで終われる状況のドテチンシルビーペア。全てを託されたドテチンは、うわ、ちょっと待って、めっちゃ緊張するぞ。これなんだ、これ頼むぞ。うわー、ダブル。あー、まずい。ドテチン無念の通常大当たり。手前あんこがいっぱいだよ。頼む。なあ、出ねえ、出ねえなあこれ。お、引き戻しが、引き戻しがあったら勝ちだよ。勝ちっていうかプラスだよ。いや、もうだ、あとはもうこの100回にかけるしかないな。時短中に引き戻せれば文句なしのプラス収支で終われるが、音符、音符のノーマル頼む。6で、6以外のところで止まれ、6以外のところで。うおー、来た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 。ドテチン見事執念の大当たり。ノーマル、ノーマル、ノーマル、インチキ作戦成功。ちょっとドテさん、来た来た。うわ、引き戻しですか？引き戻しです。マイナス5000ぐらいでね。マイナス5000ぐらいで1250だよね。じゃあ大当たり1回分なんで、はい、プラスです。おお。1点でかい。これはでかい。これはでかい。ハマった、作戦がハマった。ハマりましたね。いや、よし、よく頑張った。その後時短を消化し実戦終了となった。ということで事前の方が終了いたしました。なんとかね、無理やり
3連ねじ込みまして、おそらくプラスになったんじゃないかなと。まあ今日の最低条件おそらく達成したんじゃないかなと思いますので、ね、結果発表楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。一方、兄貴の連続大当たりはなおも続き。ちょっとあーちゃんと歌ってくる。今回の連チャンだけで一応10連チャンです。で、この当たりで5000発オーバー、もう十分ですよ。私のような身分のものにはもう羽手時代でね、浜手時代で1万円投資で5000発出たらもう帰りに恵比寿ビールをね、いつもは1本だけど2本買っちゃうね。よし、今日からもう釣り吉三遍ばっかりだぞ。上機嫌の兄貴、なんと出玉あり10連5箱獲得で連続大当たりを終える。はい、9000発なんだよね。もう一回当てるしかないね、三橋さん。はい、もう近いんだよ、1万発ポイント。はい、頑張ろう。もう一回当てよう。はい、しょうがない。兄貴、ここでさだま1万発ポイントをゲットするため勝負続行を決意。もしかしていい勝負になるかもしれないけど、私が今目指すのはこのドル箱を満帆にすること。いや足りないね、もういっちょい欲しいか。おお、言わせてやる、言ってくれよな。いやちょっとこれ可能性出てきましたよ。ここでまたもや初当たりをゲットした兄貴、さだま1万発にたどり着けるか。これで今日1万発ポイント超えたら缶詰いいやつ買っちゃいます。うわ、成り上がりなし。ここでの25回は痛いぞ。しかし連鎖も残り2回転に追い詰められる。いや、24回転目でリーチ。来い。ダメか。あー、チャンスある。まだ生きてた。頑張れ。えい。おお。なんでだ。なんでこんな思い通りになるんだ。おかしいぞ。さらに。頼んだぞ。えい。おお、来た。10になっちゃい。10ラウンドになってください。これは早い。ラッキー。おお、いやー間に合いました。4回目の初当たり、私の中ではこれで1万発超えてます、計算間違ってなければ。兄貴、この後も大当たりを重ね、もしかしたら取り切れずタイムアップとなった。のため、いやーもう最善は尽くしました。結果発表よっ、イエーイ。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや白熱した結果だったと思いますけれども、疲れてますね。お疲れ様です。最後すごかったですね。最後ね、いやまだ残ってるんですよ。あらららら、今から10連していく予定ですから。まだまだ出してやろうと。はい、宮井さんもね、はい、結構楽しそうに、頑張ってくれ。今日はね、うちらの立ち回りね、もう100点じゃないかな。なるほど。うん、そのぐらい自信のある立ち回りなんで、もう負けても悔しくない。なるほど、うん、そして私たちですけども、はい、最後にちょっとこれは足りないんじゃないかということで、今度はオフィスにスペシャルの方に、はい、行きまして、私たちも勇気を持って勇気を持って、はい、それがね、おそらくいい結果につながったんじゃないかなと、はい、思います。いうふうに思いますのでね、はい、早速さだまの方
発表していきたいと思います。宮地さんと、ね、はい、シルビーが持っていますので、はい、一斉に上げていきたいと思います、はい、お願いいたします。せーの、ドーン。よーし、おー、3桁クラスポイント取った。やった、取りに来ました。あ、そう、おめでとうございます。森山兄貴宮地ペアの勝ちと、はい、ということになりますね。すごいですね、こんなにプラスだったんですか。前半戦終わったところは2000発ぐらいですからね、はい、後半だけで1万発近く、はい、あ、なるほど、なんとか出るのが全然足りなかったですね。全然足りなかったですすっごい頑張った。いや、でもこれプラスになったらでかいと思います。そうですね、いや、でかいと思うこれ、はい、多分ね、これマイナスだと追いついてるのよ、点数が。さあ、ということで今回の結果を踏まえまして、はい、ポイントの方が出てますんで、気になる、はい、こちらになります。おー、うわー、すごい寄ったんですけどね、これですよ、これ。うわー、これがプラスだから1ポイント逃げられちゃった。大きかったです、最後の追いついたかなと思ったんですけどね。来ましたね。うちらはもうこれ以上ない展開、はい、なるほど。そっちもこれないよ、これ以上ない。もう最後ギリギリで振り絞ってこれ時短で引き戻してプラスしましたからね、はい、あ、そうなんだ、はい、これまだね、この後残し合い残ってますから、まだまだ、まだまだ分かんないですね、これね。20ポイント、30ポイント。まだまだね、この後も、次回からもですね、熱いパチンコバトル、見せていきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、今回はこの辺です。さようなら。さようなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜水曜配信、ウイチと光るの面白いテレビ。毎週木曜配信、魚拓となるせの月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。